おはようございます。今チェックアウトしました。このホテルにはねすっかり助けてもらってね、昨日よかった、本当にギリギリでチェックインできていやどうなるかと思ったもんね昨日。じゃあ今日はね違うホテル行きます。今日のホテルはもう予約してるんで大丈夫でしょう。いやこのホテル綺麗なホテルだったね。じゃあ今から早速チェックインして、もう近いんで歩いていきますね。行こう行こう。今このホテルでチェックインしようとしたんですけど、ちょっと時間早すぎてチェックインできないということで、今レンタル e バイクを借りてレストランに行きますね。その後ちょっと観光しようか、せっかくなんでね。じゃあ行こうか、レッツゴー。よし、じゃあこのレストランにしようか。お腹減ったね。僕は頼んだこのヌードルです。やっぱりこれ安定だよね、オイルがない。マイコさっぱり。 Thank you. So beautiful. これすごい。このヌードルだけでは物足らず、これをね頼んでしまいました。これ5000チャット、安いよね。食べてみて。すげえうめえ。いやー久々にねいい料理食べました。野菜いっぱいね。最近も全然野菜取ってないからひどい。昨日なんか特にねもうジャンクフードやらお菓子やらね、もう今日はかなりこう力を蓄えましてね、今から観光に行きます。マーケットに着きました。行ってみよう。なんか今まで来たマーケットと違ってちょっと綺麗だね、ここね。なんかお土産屋っていう感じがします。やっぱりこういう食品売り場はねローカル感が出てますけど、まあ表のなんかロンジとか、まあ、置物とかね、まあそういうものはやっぱり観光客用になってます。あと値段も高くてみんな英語喋れるんでね、あんまり面白くないです。僕やっぱりその英語が喋れない人とこうなんかこう何とも言えないやり取り感が何ともね好きなんで、あれいいんだよね。お互いこう探り探りでね、お互い喋れないんでもうなんかこれみたいな、なんかそういうのがないんでちょっとここあれだね、つまんないねバーガン結構ね一大観光地なんで、まあしょうがないですね。じゃあ次行こうか。ここのマーケットには求めるものはあんまりなかったね。出発。すごいいっぱいいる。ちょっと後ろを見ると落ち着くね、もうもはや。いやミャンマーだよー。急にコンクリートなくなったな。でもここなんか古き良きバガンですごい面白いね、ここ。あ、なんかこう有名なパゴダっぽいね。結構人いる。よいしょよいしょ。でもね、そんなところにはね、寄りませんよ。すごいパゴダいっぱいあるな。すごい。インランドムーラン。
ミンランド村に着きました。じゃあちょっと中に入ってみましょう。120 house and 600 people. Ah, okay. People are palma, peanut, sesame, cotton, maize. Okay. And 3 years. Now here the solar. So high technology. Yeah. この女性がちょっと案内してくれるみたいなんでついていきましょう。This washing and shower, and Japanese, and just inside the pipeline. Ah, it's really nice, man. It's easy. Japan, Taika, Taika. Ah, Taika helps me, ma. Ah, really. やっぱり日本結構援助してますね、いろいろ。いいね。すごい。かわいい。Hello. これ新しいな。しかもちゃんと電気しっかり来てますね。なんか昔の時代と今の時代が合わさったような感じがするね。 Hello. Hello. Japanese. Can I say one? Yes. Which one? What is this? Tofu. 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 Yes.Mix together. Together. Yes. Ah, it's so fresh just now. じゃあこれ豆腐の揚げ物。まい。ソースが美味しいね。美味しい。美味しい。美味しそう。サボテンだね、これ。バカンあんまり。雨降らないから、多分サボテンあるね。あ、this flower? わーお。サボテン食えるの？面白いね。あー、here is kitchen。キッチン。これ狭いね。またこう、貸しながらこう火起こしてね。ここで寝てるみたい。こんな感じで。でもこれ竹だから涼しそうだね。This is peanuts. Peanuts. あ、ピーナッツ。これ牛の食料をカットしてます。干した草だね。大きいよ。この牛。牛飼ってるんだね。ちょっと学校の中も見ていこうか。すごい子供いるけど勝手に入っちゃうっていうか、もうガイドの人いいよって言ったんで、はい、ちょっとずかずか入っていきやす。すげえいる。これね、学校です。すごい人います。すごい人、すごい人、すごい人、すごい人いた、すごい人。すごい人寄ってきた。ハロー、バイバイ、バイバイ、バイバイ。今、学校ちょうど終わったとこだね。ね。今下校しますっていうところでした。今村の見学終わりました。なんかミャウーと比べるとやっぱりね、なんか電気あるし、なんかソーラーシステムもあるとか言ってたな。あと鉄筋コンクリートっぽいのもあるし、やっぱり昔ながらの暮らしとはいえ、もう現代の文化だいぶ入ってます。なんでね、やっぱり僕ミャウーの完全に田舎の方が良かったです。まあしょうがないね。もうここなんか観光っていう村です、ね、じゃあ行こうか。あ、すごいいるそこに。ちょっとあそこ行ってみよう。ゴーゴーゴー。すごい、すごいいる。
ちょっとこの後連れてってみようか。わお。すごいね。わお。こうバガンはこうミャウーと違ってもうちょっと歩けばすぐパゴダあります。でもまあ有名なね寺院とかこうパゴダを周りよりはこう朽ち果てたバガダとこうね回るのが僕の性には合ってますということで、こういう草むらに行って、いやもうこれ完全に崩壊してるなこのパゴダ、こういうところを探検してみましょう。どれどれ中に入ると、いやもうこれ完全にダメだな、これ完全に崩壊してる。これ中にも入れないな、きっと。ちょっと中に入れるところを探してみましょう。よいしょ、よいしょ。いや草むらすげえ中、いたたたたた。ここから入れるのかな。いや完全にこれはダメですね、この様子では。ね、これは仏像も何もありませんね。こっちこうだもん、これ完全に廃墟だ。じゃあちょっと戻ってまた違うところに行ってみようか。これもいい感じに錆れてます。もう外観草が生えちゃってね。じゃあちょっと中に入りたいと思います。あー中にはちゃんといますね、仏像さんが。でもちょっといろいろ剥げちゃってますね。いやーでもちゃんとしてる。バガンはねこうやって名も名があるんでしょうけど、あまり有名じゃないところを回るのが醍醐味じゃないでしょうか。もう今回もう有名なところをほとんど行くのはやめました。こういうちょっとフラッと入ったところがまたいいんだよね。あこれは4体あります。ちょっともうひび入っちゃってますね。4体大仏がいる。こっちのパフダも完全に崩壊してます。じゃあまたねこういうところに入っていこう。もうこれ廃墟だよね。なんか入れるのかな。お邪魔します。いや何もねえな。いやー穴開いてるここ。いやー何もない。あこれ怖い。これ首がないじゃないか。いや首がない仏像があった、怖い。じゃあちょっとここはこれで出ましょう。よいしょ。もうここのバゴダも本当町外れもいいところ、観光客の彼女もない。よいしょ。
あ、またなんか奥にまたあるからもう一個行ってみようかな。もうちょっと奥行きます。これまるでここに入るなと言わんばかりになんかトゲトゲの枝が敷き詰められてるぞ。しょうがない、ここ通らないといけないから。あいたた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 あいたたたし、よし、周り何もない。これこのバゴダがちょろっとあるだけです。いや完全にこれもう草まみれちゃって、ちょっと行ってみようか。いや何もないな。わーく、よいしょ。あ、仏像が、首がない。これもなんで首ないんだよ。唯一あると思った仏像、首がなくなっちゃってる。まずこういう風にね、もう地面茂みに覆われてしまって、果ててる。いいね。よし、じゃあ、じゃあね、戻ろうか。ホテルにチェックインしました。いい部屋だね。これそんなに高くないはずです。じゃあ今日はね、昨日の疲れやっぱ響いてて、今日早く寝ましょう。明日はまあできたらサンライズ見に行きたいんで、今日早く寝ないとね。ということで今日これで終了。おやすみなさい。バイバイ。また明日。